だから2年生だったかな、専攻をのちょっと英語学の方に変えたっていう、はい、文学捨てたっていう最悪な、はい、ことだったんですね。だから認知ですね、一番やってきたのは。そうなんですね、次元語は、うん、なんで文法です、意味、あ、文法、認知文法、はいはい、の方ですね。ラネかーとですね、はい、懐かしいですね。なんでやってただそれをこうあのままやっちゃうと、はい、もう英語嫌いな人引くだけなのでさあどうやってこれを生徒目線に落とし込もうかっていうところがすごく苦労しましたよね。ただそこから割といろんな先生がそういうの言い始めてた時代でもあって、そうですね、はいはい、だん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 、うん、そっち寄りになってきたともあって、でそこはでもやっぱり専門的な言葉が多かったですし、はい、受験でどう使えるか生徒がね、はい、うん、ってところはなかなかまだあまり言われてなかったので、うん、そこをちょっと自分の得意分野にしていこうかなっていう感じで来ましたかね。はい、であバイトとかしてたんですか？中してました、してました。小学校はもう教えてないんですけど、中学校、高校生、うん、教えてましたね。日本史もやったんですか？歴史とか、うん、中学校に教えてました。で、あと、いわゆる現代文みたいなこともやってましたし、古文もやって、で、地理とかやりましたね。いろいろなんか教えて、でもその時はもう大学でやってるのは英語だったんで、はい、もう英語が楽しかったかな、教えるので言うと。どうしたその時に行けるっていう感覚とかあるんですか？他の先生とのなんか模擬授業みたいな。ああ、うん、ただその喋りみたいなものって、はい、僕が最初塾の講師になった時って研修があったんですよ。はい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 。その研修が結構充実してる塾で、そうだったんですね。最初ね、またこれ P 入りますけど、はい、PBG 絶対 P ですねってところを受けて、はい、実はそこ落ちたんですね。で落ちたのが何で落ちたかっていうと、なんか何かくん爽やかさがないよって言って要は顔ですかね、うん、ちょっと顔ダメだねって言われたんですよ。もう P じゃなくて P、 絶対 P、 そこはもうちょっと絶対 P、 えーっていう顔って、マジっすか、あの体育会系の。いやちょっとなんでこれ顔かと思ってでもう一個、まあ、この P 入りますけど、ここ拾ってくれたんですよ、はいはい、でそこがすごく研修が充実していて、そうなんですね。もう立ち方、チョークの持ち方とか、あ、はいはいはい、目の目線の配り方とか、えらくなんか習っちゃって、有名ですね、はい、あれ有名なんですか？僕の教え子とかも結構そこで、はい、今もそうです、早稲田入った子とかも今バイトしてますけど、そういうのをやったとか言ってました。なるほど、そう、それがすごくなんか僕は今核にはなってて、はい、なん で、 でそれ当時もまだビデオテープだった時代に、はい、こう自分の授業を取られるんですよね。はあ、そうですね、うん、はい、そうで、ね、君の授業こんなダメだよみたいな、徹底的にダメ出しされるみたいな、目泳いでますとか、もう黒板をこう座って書く人いますよね、はい、座って下の方書くみたいな、はいはいはい、もうお前座るな、はいはいはい、立って書く練習してこいとか、おっかねえなと思って、はあ、そこで結構鍛えられたかなっていう、はあ、うん、怖いって言ってました、そういえば、怖いです、怖いって言ってました。どっかなんかそう研修の専門の期間があるんですよ。あ、そうなんですね、うん、それだけやってる部署があって、はいはい、そこに僕らは缶詰になって毎日通い詰めて、で研修プログラム受からないと出ない、はいはいはい、もうデビューできないっていう、はいはい、そこ途中でクビになる子もいました。で、いわゆる高校生に教え始めるのは、高校生はその時に教え始めてましたね。僕大学に在学の頃から教えてた気がするので、はいはい、いくつか予備校やってましたね。へえ、そうだった、うん、ただそれもまあ今だからですけど、大学生ってことは隠せる。はあ、じゃあ P 入れて、はい、またもうなるほど、つけてたんですよ、要するにどう見てもこの子21人に見えないよねみたいな感じだったんですよ。だからそうだった、ね、だからなんとかなんとかで顔がダメだって言われますよね、若さがない、フレッシュさがないそこに本部とかありますけどね。いや、本部ある、本部近いです、めちゃめちゃ。ほんとなんかもう、なんかしに行こうかなみたいな、顔悪いって言ったよねみたいな、見る目ないですね、そこは相変わらず。もうどうしよう、模擬授業大会で私を決勝に行かしてないですからあ、そういうのもあるんですか？そうです、そうです。へぇ、高等部は模擬授業大会、大会です、全員大会で。いや、もうすごい、まあまあまあ一番年下だったんで、やっぱ票を入れてくれないですね。あ、
一部の人たちはもうお前が一番だみたいな感じで言ってくれましたけど、うんうん、あ、じゃあ先生もそこでやられてたんですね。はい、そうですね。先生やっぱ顔がいいってこと。いや、そこの言っちゃったらどんどん分かっちゃう、そうですね、後頭部、後頭部研修だけに生かされるのが大変でしたね。そうですよね。研修の日に授業がある先生はいいんですけど、うんうん、授業がなくて、うん、研修だけが週2日だった。あー、厳しいですね、厳しいですね。研修2日で授業1日だったんで、うん、いや大変でしたね。でも研修はちゃんとあれですか、研修料って出るんですか。はい、もうスズメの涙みたいな、涙みたいな、そうなんですよね。これがまたほとんどあの発声みたいな、はい、挨拶の仕方って。あーですね。でも 声が小さいとか声が届かないっていうのは相当言われますよね。そうですね、うん、いや大変でした。どこをどうカットするか考えないときです。そうですね、今ちょっと P が多いから。それで、あ、ちなみにその P 入れますけど、そこはどこだったんですか、はい、大学生じゃない、大学生っ、ね、それからもう一つが、だから、地方まで。地方ですね、はい。行ってましたね。じゃあ、いろいろ行ったんですね。行ってました、もう。あれ、ここ。いたっていうのは本当ですか。いました、いました。全然使えないですね。何の話してたかも分かんないぐらい。何の話してたか。あ、そうですね。そこで予備校をやってて、うん、あ、最終的には落ち着いて。そうですね、かわいい。いろいろ一緒にやってた感じですか。いや、もうその辺から一本にしてて、で、予選目受けてないですし、はいはい、寸大も受けてないので、はいはい、かわいいだけ受けたんですよ。あ、そうだった。で、かわいい塾じゃなかったら、もう一回受けようと思ってたんですよ。ああ、なるほど、なるほど。例えば、じゃあ、例えば、寸大に受かった、ヨゼミも受かった、河合落ちたと。はいはいはい。ヨゼミ行こうかなとかっていうのはなかったんですよね。はいはいはい。河合塾に入りたかったっていう。あ、そうなんですね。そうなんですよ。珍しいですね、電話変ですもんね。なんかみんな、だって当時だったらやっぱりなんかヨゼミで、うん、ですね、講師のトップになりたいみたいな人が多分多かったと思うんですけど。はいはい、うん。なんでなのかな、通ってましたよ。短歌とか取ってましたから。あ、そうなんですね。うん。あの、キャンディーロックとか。ああ、むきりにしたにさん。はい。取ってました、取ってました。うん。現代文とかもなんか短歌で行ったりとかしてたんで。だからなんか、往年の予備校講師って、あの時代の先生たちを見てたので、そうですよね。自分もそこに行くと思ってたんですよね。はい。でも全くその当時、行きたいと思わなかったんですよ。へえ。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.